日の丸のユニフォームを着たくても着れない選手は何人もいますんでね。その他にもいい選手がいるにもかかわらず自分が着れるっていう、まあ、誇り、まあ、自信を持ってプライドを持ってして、やっぱ日本のためにね、自分のために本当にやっぱ持ってるものすべて、ね、代表のユニフォームを着たら出せるように、もう絶対ワールドカップに行くんだという気持ちをやっぱ常に持ってやることが大事だと思います。2002年がありますから、この今回が自分らの力でワールドカップの道を開ける最後のチャンスなんで、まあ、そういうのみんな話してますし、みんな思ってることは一緒なんで、もう何が何でもね、ワールドカップは行きます。選ばれてる人間がどこだけどれだけ責任を持って試合に挑めるか、どこまで死ぬ気でも全力を出せるかっていうことでやっぱ変わってくると思います。だからこんなもんでいいだろうとかいう腹8分目の戦い方じゃ絶対に勝てない。今の日本はそんな状況だと。だから今日はまあいいだろうじゃなくて、もう毎日全力で向かってって、それによってやっぱ何かを得ていこうっていう考え方なんでね、それが今必要だと思うし、それをやっていくことがやっぱり僕自身必要だし、それによって周りが刺激されることによってチーム力を高めていって、ワールドカップに出場できるんだったらまあ何でもやりましょう、ね。国際 A マッチキリンカップ97、クロアチアに続いてヨーロッパの強豪トルコを倒して日本が世界のその実力をアピールすることができるか、まもなくキックオフです。放送席の話は奥寺康彦さんです。奥寺さん、今日トルコがですね、はい、メンバーを6人変えてきましたね。先日のクロアチアに比べると、もうなんかこうどの選手を出してもね、はい、レベルは変わらないっていうことですよね、それにやはり今日の試合なんとか勝ちたいっていう気持ちがね、強いと思いますね。去年のヨーロッパ選手権決勝大会に出場しましたトルコ、そしてこのキリンカップ初戦ではクロアチアに1対1で引き分けました。あのクロアチアに対して1対1の引き分けです。右にエンドを取りました、この白と赤のユニフォームがトルコです。そして左側ブルーのユニフォームが日本代表です。さあ前半の45分が始まります。風は緩やかに右から左に流れています。45分前半の勝負がまず始まりました。大阪の長居スタジアム、日本のサポーターで埋まっています。今日のこのゲーム、日本が勝てばもちろん優勝、引き分けても優勝です。トルコがこのキリンカップに勝つためには日本を倒さなければいけません。カズ、この大会入って2得点、そして川口がゴールを守ります。カズ、ワントップのカズ、倒された。ここでホイッスルです。早くもフリーキック。風は北北東の風 3.5 メートルですが、フィールド上はそんなに強くは吹いていません。先ほどまで試合開始前まではこの大阪長居スタジアム雨が落ちていましたが、今のところは止んでいます。緑の芝生、実に鮮やかです。日本対トルコの対戦となりました、この最終戦です。日本、クロアチア、そしてトルコ、この3カ国がこのキリンカップ97に出場してきました。さあ立ち上がり、果たしてリズムを作るのはどちらでしょうか。ちょっと見てみましょう。ディフェンダークリア、狭い地域での戦いになっています。それでは日本のスターティングイレブンをご紹介します。日本代表ゴールキーパーは川口、変わりません。そしてディフェンダー、今日が97試合目のこの日本代表国際 A マッチになります、井原キャプテンです。秋田が右サイド、そして左サイドには斉藤、この両ストッパーです。ディフェンスは3人です。そしてウィングバックに左に3番の相馬、そして今日2番の奈良橋が右サイドのウィングバックに起用されました。いわゆる守備的ミッドフィルダー、ボランチは6番の山口、そして10番の奈良美です。上がり目のこの攻撃的なミッドフィルダーには森島、そ
それから中田、20歳の中田、今日もこの日本トルコ戦に出場しています。ワントップで三浦和義和です。セレッソ大阪、地元のこの森島が右サイド、攻撃的なミッドフィルダーとして起用されています。サブのメンバーをご覧いただいておりますが、この試合の状況によっては7番の本田、あるいは22番の平野、この辺りの投入も十分に考えられます。そして18番の森山の登場もあるかもしれません。さあこの辺り日本が攻め込もうという体勢です。青のユニフォームが日本、そして白のユニフォーム、パンツが赤のこのトルコ代表のスターティングイレブンをご紹介したいと思います。トルコ代表はこのクロアチア戦とメンバーを6人入れ替えてきました。ゴールキーパーはボルカンを起用してきました。身長が192センチあります。そしてディフェンスは3番のセリム、そして13番のサフェト、2番のブラル、18番のハカン・ユンサン。このハカンはあのトルコのいわゆるテントリアフォワード、そのオランダ戦でも見事にワールドカップの予選1得点を挙げてこのオランダを倒しました。このハカン・シュキルとは違います。18番のハカン・ユンサルを起用しました。ムスタワ監督です。ご覧いただきます。中盤の方は6番のアブドラ、左サイドドリブルが非常にうまい選手です。15番のエブレン、16番のタイフルはこのミッドフィールドに入っていますが、ディフェンダーこの最終ラインの2人の真ん中に入ってくるいわゆるリベロです。そして17番のタイフン、そしてフォワードが9番のオクタイ、スピードがあります。そして14番のシャフェルを起用しましたムスタワ監督。今日は7番のクロアチア戦で1点を取りました、同点のゴールを放ったエルトゥルルはサブのメンバーに入っています。ご覧ください、ゴールキーパーリシュトはサブのメンバーです。それからエルトゥルルもこのサブのメンバーに入っていますが、ゲーム展開によってはおそらく登場してくるでしょう。トルコのキャプテンは6番のアブドラがこのキャプテンマークをつけています。日本のキャプテンが井原。奥寺さん、はい、このトルコ代表がですね、メンバーを変えてきましたが、はい、ただあのまず見ていきましょう。最終ラインはまず変わりませんね。変わらないんですよね。でラインがねすごい変則的なんですよね。リベロってほとんどもうリベロの人が前に上がってますよね。そうですか。だから2人でこうそこを守ってるって感じがするんですね。ですから割と1対1になるチャンスがね多いんですよ。で破るチャンスが出てきますね。前半の5分を経過しました。まずは一進一退です。一方の日本のフォーメーションですが、これは数のワントップでよろしいですよね。そうです、まあ、あのトルコがですね、両サイドバックのストッパーみたいな形で、トゥーバックみたいな形で、したがって岡田コーチもそのあたりをつくためにはいわゆるツートップの方がいいかなという話もあったんですが、カズがボールを持ちました。カズがボールを持って一回後ろに下げました。日本のフォーメーションご覧いただきましょう。ご覧のように奈良橋が右サイド、その数があってセンタリングできるか、できません。ご覧のように11番の数がこのワントップに残っています。相馬、奈良橋、両サイドのこのウィングバックのいわゆる開いている選手のオーバーラップが非常に見ものです。3バック、クロアチア戦に続いてこの斉藤と秋田、両サイド井原がいわゆるリベロのポジションにいます。ゴールキーパーはクロアチア戦に続いて川口です。トルコの方はね、あの結構攻撃的な布陣ですよね。ということは今日はあの両チームともに点の取り合いという可能性も十分に予想されますか。いや、あの早く点が入りましたらそういう可能性高いですね。ここでホイッスルです。このプレー、14番のシャフルが出ました。さて雨は今のところ落ちていません。まあ、鴨監督は雨が降った方が反対にうちの方としては相手の細かなパスを抑えることができるので好都合だがという話もしていましたが、さて日本代表サイドには田翔アナウンサーがいます。田翔さん、はい、鴨監督、前回のクロアチア戦と大きく違うのはすでに前半5分までの間にグラウンドレベルまでスーッと進んでいきまして、秋田を呼んで何か大きな声で指示を与えていました。これが大きな違いです。で試合前の鴨監督の指示は極めて簡単でした、
戦術的な確認をした後、引き分け以上で優勝できるのはみんなも知っていると思う、でも今日は勝って優勝しようじゃないかということを選手たちに話しかけました。ワールドカップ予選に向けて弾みをこのキリンカップでつけて、そして勝っていこうという話を選手たちにしていたそうであります。そして一方のトルコに関しては、何しろ VTR で見た試合と6人がメンバーが違うので、新しいメンバーについてまず立ち上がりちょっと様子を見るような形で進んでいった方がいいんじゃないかという指示を選手に与えています。さあトルコチャンスを迎えた、ディフェンダー防ぎました。ご覧の17番の秋田が防ぎました。ゴールキックに変わっています。この6番の、ね、アブドラは注意しなきゃいけないですね、はい、左サイドからいい子上がっていくんでね、でボールも持ってるしいいパスもできるんで、トルコの6番のアブドラはこのトルコのダイナモと言われています。非常に活動量が多いんです。やはり鴨監督はとにかく去年もそうでしたが、このホームのゲーム、日本のホームのゲームだ、チャレンジャーあるけれども勝たなきゃいけないんだ、優勝しなきゃいけないんだ、やはり2年連続して3連敗になりますが、はい、こういうヨーロッパの強豪に対しては勝って優勝するんだ、強気の弁ですね。いや本当に僕は強気で素晴らしいと思いますね。本当その通りと思います。さて一方のこのトルコ代表ベンチサイドには読売テレビの牧野アナウンサーです。牧野さん、はい、トルコのムスタファ・デンズリ監督ですけども、あまり作戦ですとかフォーメーションのことについては語らない人なんですね。ともかく見てもらえば分かるとまず言われたんですが、メンバーのその前回と仙台でのゲームとの違いというのは、前半ともかくこのメンバーで頑張って後半に仕掛けるんだというふうな話をしてくれました。時差の調整もようやくできたし、日本との戦いにいいゲームができる準備はできたとも言いました。ともかく幸運があればイスタンブールのアタチュルク空港にキリンカップを持ち帰ることができるんじゃないか、こういった力強い言葉を出してくれました。なるほど、右サイドいいボールが出ました。トルコここをどう守るか、日本代表センターリングディフェンスがクリアを見せました。日本代表ディフェンスは4人揃っています。トルコのムスタファ監督47歳になります。まあ、現役代もですね、トルコでは非常に活躍した選手なんですが、とにかくトルコは10日に日本に来日して、仙台のゲームクロアチア戦が12日でした、はい、しかしこのゲームもですね90分間フルに動いて、そうですね、リサーなんてのは全く感じませんでしたね、はい、そういう気がしましたね。でそれだけやはりこう気持ちが入っているということで、我々としてはすごく嬉しいですよね。まあ、それは一つに現在ワールドカップの予選が世界各国で行われていますが、8月にまたこのワールドカップの予選がトルコももちろんヨーロッパの第7組でオランダ、ベルギー、この強国2国がいますが、それに対戦するということもありまして、国際試合は全てそういう面でいうとワールドカップに予選に向けて手を抜くことはないんだ、ないその表れでしょうね。はい、そうですね。前半の10分を経過して両チーム無得点。ブルーのユニフォームが日本代表、そして日本のナショナルカラー赤と白をあしらっています。そしてパンツが赤、ユニフォームこのシャツの方が白のトルコ代表です。山下さん、はい、ハボ監督は仙台でのクロアチア戦を VTR で見ました。でトルコというチームはどういうチームですかということを聞きますと、いわゆるヨーロッパのチーム、ヨーロッパの非常にオーソドックスなチームで特に驚くようなことではないんだと、そういうチームではない、ただアジアのどこかのチームに重ね合わせて見るようなことはしないで、この試合も自分たちのサッカーをきちっと作っていくように、これが選手への指示でした。ああそうですか。いや、 やはりそのヨーロッパのチームということでそれだけ強さを認めていますが、中田が粘ってコーナーキックを取りました。さあチャンス、木原4番が上ってきています。カズ右足でカードを受けています。ゴールキーパーはボルカン、ニアに合わせてここからはシュートは打てません。今コーナーキックニアに合わせてきましたが、そういえばクロアチア戦でトルコが捉えた先制のゴール、クロアチアのゴールはコーナーキックニアに合わせてヘッドでつながれてそこで入れられましたよね。そうですね、まあ、そういうわけじゃないんでしょうけど、今日はね、はい、大体みんな180センチなんですよね、トルコの選手たちですね。ですからそのニア狙いがね、効くかどうかですね。で岡田コーチはこのゲームを偵察していたんですが、いわゆるニアポストのあたりでトルコのディフェンダーが1人フリーになっている人間がいないんだと、はい、ということになると、あのあたりは狙い目だということで盛んに一昨日練習してました、はい、それを早くも見せてきました日本代表です。前半の11分を経過しました。今平均身長の話を出しますと、トルコがですね183センチですよ今日の。すごいですよね。一方の日本は 176.5、 お
およそそうですよね 6.5 センチの開きがあります。したがってこの高い壁を突き破るためにはゴール前、奥寺さんよく言われますが、いわゆる速い低いセンタリングですか。そうですね、特にちょっと濡れてますんでね、はい、そういう低いボールの方があのディフェンスにとって嫌ですよね。それからこの8番の中田ですが、日韓戦それからクロアチア戦に続いてを見てますとね、この日本代表に10年ぐらいいるようなボールさばき、堂々としてます、ね、彼のまあいいところですね。さあここから持ち込めない、まあ、昨日ちょっとトルコの練習見たんですけど、はい、練習とかでもすごくパス回すのが早いですよね。それからテクニックもありますから、そういうドリブル、相手をかわす力、そういうのは高いですね。果たして中田がこの国際 A マッチゴールを奪うことができるんでしょうか。今日のゲームです。どう守るか日本、3バックシステム、そしてボランチが戻ってくる、5人のディフェンダー6人3人になってきた。これ潰せるか、プレスをかけていきます。3人で追い込んでいく、リバースパス1回戻しました。右サイドサイドチェンジするか、今度は右からの攻めに入ろうというトルコ。右サイド1人余っています、フリーになっている。真ん中ずっと14番ジャフェールが入ってくる。ここからセンターリング、逆サイドディフェンダー2番の奈良橋がクリアを見せましたが、フリーでした。今ちょっと今フリーでしたね、だから声欲しかったですよ ね、 すね、触るなとかね、はい、そういうさコーチングがやっぱり必要でしたね。前半の13分の経過、トルコのお客さんがいるとね聞こえないですけど、そうですね、そうするとやっぱり本当にいろんなこう指示ジェスチャーで大きく決めますので、どうなんでしょうか。カズも戻ってきました。これは注意ですよね、はい、背が高い選手多いですから。平均身長がショートコーナーを使いました。トルコここから左足で上げようというところ、18番のハカン、もう一回ヘッドでつないで逆サイドを見て真ん中を見てセンターにができるか。アブドゥラが来ました。6番のアブドゥラ、そして一旦下げます。セミ3番最終ラインからここからつないでいこうというところ、ここでボールを取った日本代表、さあどうやって組み立てていくか。左サイドからの攻撃です。ポーンと浮かして、さあここから右サイド奈良橋が待っています。奈良橋がオーバーラップしていくかどうか、真ん中つなごうというところ、中田、そして奈良美の左足のいいパスが通りました。ナイスパス、ここからセンターリングして、あーっとカズに通らない、うん、前の方ですよ狙いをね。カズは前を狙っていったんですけど、ちょっとミスですね、キックミスでしょう。この奈良美の左足のパスは本当にもう芸術品の域に近くなってきました。縦にそれから横にいろんなカーブを出すことができます。カズ細かい切り返しから左サイド上がってきて、そのセンターリング、逆サイドダイレクトヘディングシュート、ゴールキーパー、ゴールキーパーのボルカンが抑えました。8番の中田のシュートでした。オープニングシュートはこの8番の中田が打ちました。日本です。このゲームのオープニングシュート、ここからフリーになっている中田のシュートでしたが、192センチのボルカンが抑えました。前半の15分、うまくヒールキック、ここから持っていきました。惜しいですね。しかしクロアチア戦でもそうだったんですが、奥寺さん、日本のこの3コーにディフェンス3人、中盤が5人、そしてワントップカズが残る、ウィングバックがその両サイド上がってくる、これが非常に機能してシュートした、シュートのシュート、コースが変わった、ディフェンダーが当たりました。これはタッチラインを割りそうです。6番の山口のシュートでした。今日はこの山口がボランチのポジション、本田に代わって起用されています。ちょっと腰を痛めていまして、クロアチア戦がスタメンに起用されませんでした。この山口です。中田へこのパスが通りません。ボールを持ったこの白のユニフォームがトルコです。トルコ代表は、まあ、このヨーロッパ選手権、去年決勝トーナメントに出場してベスト16に残りました。それからなんといっても奥寺さん、今年のワールドカップのヨーロッパ予選でオランダをこのホームのゲームで1対0と倒したんですよね。そうなんですよね。これはハカン
シキルのヘディングシュートで1点を取りましたが、はい、これはもうトルコにとっては歴史的な事件 で、 そうなんですよ。オランダに全く勝てませんでした、はい、もうワールドカップの常連国このオランダに対してやっぱり勝ったということでもう国民が狂気乱舞したそうですね。すごいですよね。それはですからそれだけ力が上がっているってことですよね。現在もこのワールドカップのヨーロッパ予選ではトルコ代表は第7組オランダ、ベルギーに続いて3位、まだかすかに2位に残ればこのワールドカップ本大会出場のチャンスは残っています。したがって国民の期待は1954年スイス大会にこのトルコはワールドカップ大会に出場しましたがそれ以来の44年ぶりの出場に大きな期待を寄せています。イエローカードが出ました8番の中田でしょうか。中田がファールをもらいました。さあそしてトルコの攻めアブドゥル6番この選手がいいパスを出すんです。中央右サイドずっと一人選手が上がってきました。トルコここから前にボールを運んでここからセンタリングした。ここは誰もいません。フリー山口フリータッチラインに逃げました。アイドルのスピードはありますけどね。ただ、はい、トルコの方は中に人が足んなくなりますよね、9番の奥田あたりがサイド行っちゃうとですね中一人しかないですからね。実はあの7番のですねエルトゥールという選手がいるんですがこの選手が今あのベンチにいますけども、はい、牧野アナウンサーのリポートもありました。したがっておそらく後半勝負をかけてくるときにはこの選手を起用してということでしょうね。トルコの方もそうでしょうね。トルコは2トップフォワードは2人です。そして最終ラインが2人そして16番のタイフルが最終ラインに下がって3人になることがあります。リベロの役をやっています。ということは本当にトルコのサッカーというのはヨーロッパ特に奥寺さんがこのブンデスリーガーにいらっしゃいましたがこのドイツの影響が強いそうですね。そういうシステムを取ってますよね。1954年のこのスイスのワールドカップ本大会出場以来トルコのこのサッカー界は低迷していたんですが1984年にデアバル監督がナショナルチームの監督に就任しました。白石代表の監督から、ガラサタイの監督を経ましてずっとこのトルコの監督になってきましてこのデアバル監督といいますと日本のカマオスさんがドイツに留学した時の恩師ですよね、はい、そうです、まあ、ザルプブルッケンのね、はいチーム見ていたんですけどね。それからの歴代ドイツそれからイングランドそしてトルコ、まあ、トルコの監督よりもこのドイツの監督が非常にこのトルコのサッカー界に大きな貢献をしています。ということは日本のサッカーの礎を作ったのもクラバー監督ドイツ人ですからその源流はですね、はい、なんとなくトルコ日本ともにですね似たようなところがあるかもしれません、うん、そうですね。山下さん、はい、ここまでの鴨監督の動きなんですが、つい先ほどまでは、ね、じーっと座って、試合を見ていたんですよ。ところが先ほどから中盤でパスをカットする場面がずいぶん増えてきましたね。そうすると、ね、鴨監督がスーッと立ち上がってまた座ったりとちょっと動きが慌ただしくなってきました。それから田代さんね、はい、あのフィールドでは風はどんな感じですか。風はほとんどありません。ありませんか。雨もですね、時折細かい雨を感じる程度で今の時点では落ちていません。そうですか、はい、ということは奥田さんこのトルコがですねミドルシュートを思い切ってそんな打ってこないと見ていいんですか。いや、すごくないでしょう。ってきた。あチャンスあるってことも思いますね。ただ今田條さんが言ったようにね、中盤でいいボールで取ってるんですよね。インターセプトね、はい、やはりその取った後がねちょっと遅いんですよね。そのことを多分鴨監督が言ってると思いますね。それと山下さんね、はい、風はないんですが雨上がり独特でねこうムーンとするような暑さがこのグラウンドレベルで感じられますね。そうなんですか。前半20分を経過しました。そのあたりの湿度の高さというのはどちらかというとヨーロッパの選手は非常に苦手なんです。去年 のユーゴスラビアも国立のゲームでもう非常に湿度が高くて 70% 以上もう後半20分は全く足が動きませんでした。鴨監督が従って、まあ、トルコの足技を封じるために雨が降ればいい、あるいはそのスタミナを奪うために湿度が高くなればいい、うん、これはやはりホーム のアドバンテージですからね。そうです。日本としてはこの勝ってキリンカップ3連覇を果たしたいところです。ご覧ください。今年の成績第1戦日本が4対3クロアチアを退けました。そしてこのクロアチアとトルコのゲームは1対1で引き分けました。したがってこのトルコが今日勝てばもちろん優勝、日本は引き分けても優勝ということになりますが鴨監督はとにかく勝たなきゃいけないんだということでご覧のこの得失点差もありますが日本が今トップにもちろん立っているわけです。
加茂監督57歳、94年の12月から日本代表を率いています。2年半になります。国際 A マッチは39試合で21勝12敗6つの引き分け、特にキリンカップ、去年のユーゴスラビア、それからメキシコ、こういったあの FIFA の世界ランキングがいわゆる上位のチームを打ち破った、この自信が大きいでしょうね、奥寺さん。それはそうですね。でこの大会見てみますと、はい、クロアチアもですね、さすがにやはりそのタレントが豊富なところ、第一戦でも素晴らしい技を見せました。それは時代的な問題あってね、はい、後半ちょっと疲れてきましたけど、ただすごくね力出してくれましたよね。これはもう日本のチームとすごい勉強だと思います。トルコがそしてこのクロアチアに対してもですね、全く互角に戦いました。したがってやはり力はですね、おそらく加茂監督もクロアチア同等の力と思ってるでしょうね。思ってます。戦い方にしてはね、パワーとかそういうアグレッシブな戦い方はトルコの方がありますね。もう爪も速いし、はい、スピードありますよ。ここからこうずっとスピード上げてロングシュートを放ってきました。こういうところから打ってきます。山下さん、はい、ムスタファ監督ですけども、ずっとさ試合の最初の方からですね、立ち上がってかなり指示は出しているようですが、前半の20分過ぎ選手にアップの指示をしましたね。そんなに早く選手のアップを指示ということは、やはり今日のゲームはですね、まあ、もちろんスタミナ勝負ということもありますが、ある程度点を取りに行く、そういう選手の起用も持っていくかもしれません。なお先ほどのイエローカードですが、これ中田に対するファールはトルコの15番のエブレンでした。トルコの方はね、あまりいい形で前にボールが出てないんですよね。中盤である細かいパスをつなげすぎて取られてしまったりとかしてるんでね、その辺のことじゃないでしょうかね。トルコはとにかくダイレクトパスを多用、それから細かいパスは、これが一つの持ち味なんです。ただそのあたりを日本がうまくチェックをして、プレスをかけてボールを取って、さあ真ん中から右サイド、2番の奈良橋が右サイド待っています。どうするか、奈良橋に預けて、カズが中央にいます。11番ディフェンダーがクリア、3番の相馬が合ってきた、開いて、ここからシュート、シュート、どうだ、クロスバー、2メートル44のクロスバーの上を越えてきました。奈良美の左足のシュートでした。いいですね。今日は本田君の代わりに山口君がボランチに入っているんですね。そこに入っているわけですよね、はい、それも今のうまく機能しているし、七海君もいい形でそのボールをもらえているしね、今もシュート出ましたし、ということは日本の方はうまく今日のメンバーの気を当たっているということになりますね。今のところ言ってますよね。10番の七海、それから6番の山口、今ボランチという言葉が出ましたが、このボランチ最近がよく聞きますが、いわゆる守備的なミッドフィルダーで、とにかく攻めにも上がらなければいけない、 そして最終ラインのですね、このカバーにも入らなければいけない、最近のサッカーの中では非常に重要な役割を持っている選手ですね。そうですね。これ山口が持ちました。右左サイドに展開します。前半の25分の経過、得点は0対0、青のユニフォームの日本代表からシュート、ちょっと両側にいた、フレーだ、左足、シュート、取りました、はい、1試合連続のゴール、さすがに勝負強いこの森島です。森島といいますと、日本代表のデビューが95年のこのキリンカップでした。去年はメキシコ戦でとにかく見事な活躍を見せました。去年の96年のキリンカップがメキシコ戦が代表初ゴール、さあそして先制ゴールを奪ったフリーナッテール、真ん中から中田のシュート、ゴールキーパー弾いたところ、弾いたところ、カズが詰めていきますが、ゴールキーパーのボルカンが弾きました。
シュートの数は前半日本が早くも5本、トルコは2本、シュート数でも日本が圧倒しています。スルーパス、そうですね、今のは最終ラインを破られました。危なかったですね。今のはここから右サイド14番ですかね。14番ですね、ジャフェルのシュートでした。クロアチア戦では3点を取られましたが、このカーティ、ただ3点もですね、フリーキックも一発は仕方なし、はい、その後の PK もちょっと非常に微妙なジャッジでした。これは抑えない、フリーが来る。ここで右サイド14番のまたジャフェルが行きましたが、いやあそこ簡単にちょっとパスを通させていますが、ということは奥浦さん、中盤のチェックはちょっと甘いんでしょうか。そうですね、やはりこの辺でね、はい、あ、これは1点目ですか。数に跳ね返ってますね。それから森島のゴールはキーパーの股間を通しました。森島のゴールでした。まあ、トルコの方もね、はい、もう必死になってきてるんでね、ああいうスルーパスの狙いもどんどん出てきてますよね。でゴールキーパーの川口の許した得点も結局フリーキック一発で、あれも壁がちょっとですね空きすぎていたということで、はい、そのあたりのやはり修正もして、今日は川口としてはもちろんシャットアウトということを狙っています。前半の25、日本が先制のゴール。それと山下さんね、はい、川口の後ろに揃っているのが日本のサポーター。先ほどから時々ね、赤白青のプレートを掲げまして、要するにフランスの国旗を川口の後ろにこうバーンと大きく出しているんですよね。あ、そうですか。日本の今年の最終ターゲットはもちろん来年のフランスのワールドカップです。ですから奥寺さんね、このヨーロッパのチーム、このトルコですが、ただいわゆるなんとなく岡田コーチは見た感じは中東のチームに近い、シリアあたりのチームに近いという雰囲気を持っている。さあ、いいパスが出ました。右サイド中田がフリーランテール、中央にカンカンに合わない、逆サイドまで行った、逆サイドまで行ったが、しかしこれはタッチラインがありました。でやはりそのあたりから言いますと、トルコのクロアチア戦を見てみると早いチェックで来る、そして真剣勝負ぐんぐん来る、やはりその最終予選で当たるであろう中東のチームというのを一つの、まあ、見本として、一つの敵として今日はゲームを行っていいような感じでしょうね。どちらかというと今日本の方がしっかり早く下がってですね、引いてですね、はい、カウンター狙いをしてますよね。これが本当に中東のあたりでやってくれるかどうかということですよね。反対に日本の方がキープ率が高くなって、反対にカウンターを狙うとかね、そういう場合も出ると思うんでね。ただ今すごく日本のね、リズムがいいです。ディフェンスもいいですし、取ってからもいい形になってます。そういえば日本が敗れたのは去年のアジアカップクウェートに敗れましたよね、はい、深く守られてカウンターアタックで敗れました。ですからそれからの修正でこの3バックという形になってきたんですが、その3バックのシステムがクロアチア戦では見事に当たって点が取れました。ただ守りがちょっと後半厳しかったなという面がありましたが、そうだよね、こらえた時ですね、はい、もう一回しっかり掴めるかどうか、また中盤からもしっかりチェックができるかどうかですよね。ボールを割ったトルコ、しかしここでカット、2番の奈良橋ずっと右サイド、アクセが持って上がります。ここから細かいパスをすることはできない。ディフェンダー6人戻っていました。白のユニフォームトルコ、まだボールキープ、いいチェックですよね。おっと激しいタックル、斜めに来ました。斜めが倒れている。さあここから中央から、まだ斜め倒れている。3対今3になっている。スルーパスはゴールキーパーの川口が飛び出します。斜めが倒れています。大丈夫か。ここで蹴り出しました。17番の秋田が蹴り出しました。先ほどすごいタックルを浴びましたこの七海です。七海は左足、あ、やはりその左足をタックルされました。しかし大丈夫です。
田中アナウンサーからちょっと蒸しやすいという話がありましたが、日本の選手が今水分を補給しています。ちょっとそのあたりのいわゆる蒸しやすさ、これをどうやってトルコが乗り切るか、これもちょっと見たいですね。多分トルコの方もそんなにね、これもきつくないという気がするんですよ。もう時差も取れたし、ですから割と動きというのはまだまだ落ちないと思うし、また落ちてきたらどんどん交代させるんじゃないでしょうか。そうですね、はい、クロアチア戦も次から次に選手を交代させていきました。で本当に日本に来て2日目3日目のゲームとしては奇跡に近い動きをしたというこのトルコです。さあ白のユニフォーム3人、そしてディフェンダー5人揃っている日本代表、シュートを落としてはいけない。ここでゴールキーパー川口飛び出したナイスセービング。山下さん、はい、そのトルコの選手にとってこの日本の気候なんですけれどもね、トルコで行われているリーグ戦、プロのリーグなんですけどもね、こちらはやっぱり2時頃ゲームが多いんだそうですね。ああそうなんですか。時間的には同じだからあまり影響はない、ただやっぱり質の高さは少し気になるなという選手が多いようですね。右サイド奈良橋がポーンとこのまま上げてフリーでついてヘディングシュート打てるか、いやワンクロスシュート打てる、これミドルシュート落ちない、ディフェンダーが見事にカバーに来ました。トルコもう一回右サイド、ちょっと長かった、ちょっと長かった、ちょっと長かった。しかし日本の波状攻撃が見られます、すごくねクリアしたボールも拾ってるし、その辺ではすごく分厚い攻めをしてますよね。それと佐野監督から出ている指示はね、先ほどから右サイドの奈良橋に届いているものが多いですね。ああそうですか、はい、クロアチア戦は中村を起用しました。しかし今日はスピードのある奈良橋を起用しています。ウィングバックの2番の奈良橋、したがって奈良橋にはもっと攻めに行けということでしょうかね。そうですね、今みたいに出てますんでね、あとパスさえくればいい形作れますね、はい、まさにその通りでね、鴨監督は奈良橋に向かって前を指さすんですね。おーそうですか。前半の33分34分になったところで奈良橋がオーバーラップしたのが4回、相馬も左サイドから4回オーバーラップしてきています。この数を見てみると奥寺さん、いわゆるウィングバックはまずかなり攻めに入っていると言ってもいいでしょう、ね、強い倒れない、それがリズムですからね。奈良美右サイド、奈良橋上がってきてる、さあワントロップして折り返せるか、細かいパスをつなぐか、もう1回奈良橋か、シュートをした6番の山口、このボールまだ来ている、中央に風が待っている、カーブを蹴った、ヘディングシュート打ってるか、ヘディングシュート、そして真ん中に残っているか、ディフェンダークリア、超人のトルコの選手がクリアを見せました。もう一回、これはオフサイドでしょう、これはオフサイドでしょ う、 今残ってたね、気がしたんですけどね、15番の森島オフサイドを取られました。キリンカップ97、この国際A マッチナショナルチーム同士の対決となりましたのが92年からでした。95年、96年、そして今年とカモジャパンは3連覇を狙っています。まあこれは日本のですね、いわゆるサッカーを国際性を持たせる、そのチーム力を上げるためにということで、このいわゆるジャパンカップから始まったこのキリンカップなんですが、奥寺さん、ここ数年見てみますと国際試合を対等に戦って、いわゆるこの国際 A マッチというのは、いわゆるフル代表のいわゆるナショナルチーム同士の対決のゲームのことを指すんですが、はい、全く互角、それ以上 で、 そうです、ね、日本の力が上がってきてるなというのをこれは言えますね、はい、ホームとはいえですね、本当にこう、はい、ここ2年ですか、優勝してるわけですよね。やっぱそういうのは力が上がってきてると思いますね。前半35分を経過しました。1対0、前半7森島のゴールでまず日本が1点を取っています。前半の25分でした。ここでアブトラが6番ボールを持った、ポーンと浮かしてゴール前、ゴール前には14番のジャフェルが待っています。トルコ代表、この6番のアブトラという選手は非常に活用力もある、ドリブルがうまい、はい、パスのセンスもいい、はい、いわゆるスペイン、イタリア、フランス、こういったトップのですね、リーグがヨーロッパでも狙っている選手だそうですね。なかなか本当に周りも見えてるし、プレーも柔らかいですよね。やはり6人のメンバーを変えてきましたが、トルコ代表の底力というのはかなりありますね。あると思います、まあ、それに今日はね、はい、いい戦いしてるわけですから、もう本当に評価していますよ、日本代表はね。前半の25分に森島のゴールでまず1点を取りました。からプレスをずっと受けています。森島がずっと上がり目で2トップのような形でかなり上がっていきますが、クロスのパス1本 40m 通りました。
しかしここでディフェンダー、今16番うまく体を入れていきました斉藤です。左サイドストッパーです。真ん中ずっと上がってきました。セリム3番、右サイドからセンターリングできるか。北斎トルコ、今度は2本目のコーナーキックです。9番の北斎が真ん中にいます。平均身長が183センチ、長身の選手が揃っているトルコです。空中戦を挑んでいきます。14番のジャフリーがずっと真ん中にやってきたが、ここからダイレクトで打ったシュートを左に切れていきました。アブドーラ、狙いはいいですよ ね。ちょっとまあジャスミートじゃなかったんですけどね、意表をついた本当にコーナーキックでしたよね。ただ奥寺さんね、日本のこのいわゆるバランス、よく鴨監督がこの全体のバランスということを言いますね。今日ここまで38分、前半の38分ですが、見た感じいかがですか。あ、いいですよね、まあ、こういうボール取られるときに気をつけなきゃいけないんですけど、全体的にはいいと思います。これでフリーキック、イエローカードが出ました。日本の選手がイエローカードを捉えました。秋田君ですかね。秋田でしょうかね。クロアチア戦では日本の失点がフリーキックからでした。これはちょっと直接狙うには距離がありそうです。6番のアブドーラ、でもなんか左足気がしますね。お、低いボールをゴールキーパーがガッチリと抑えました。行きましたね。しかし今のは30メートル以上ありましたよ。うまくですね、キーパーの前でバウンドする弾むようなシュートを打ってますよね。やはりグラウンドが濡れてますから、壁3枚の横を通してきましたもんね、左側を。山下さん、はい、それと少し風が出てきましてね、日本が風下、トルコが風上なんです。あ、ということはかなり遠目から打ってくるということになるんでしょう。なお先ほどのイエローカードは奈良橋に出ていました。2番の奈良橋にイエローカード。まもなく前半の40分に向かうところです。得点が1対0、日本が前半の25分に森島の先制ゴールが決まっています。日本のキャプテンの井原、ここから起点として展開していこうという日本代表。中盤ボールをキープするのはトルコ、白のユニフォーム、1人当てて右サイドスルーパスはちょっとスピードが合いません。前半残り5分を切りました。手元の時計です。日本のサポーター、その先はもちろんフランスのワールドカップ。このワールドカップに向けて1次予選がこの1週間後に控えています日本ラウンド。しかしそれよりももう鴨監督は見据えているのは10月に始まるいわゆる最終予選です。その格好の相手となるでしょう、このトルコ。クロアチアを倒し、今度はトルコを倒して、おそらくフランスのワールドカップに向けて万全の体制を敷いていこうというカモジャパンです。6番の山口、10番の七海、中田、果たしてスルーパス、トルコさん。しかし非常に狙いはいい、数がしていきますが、これファールがありました。日本のファールです。15番の森島、今日先制のゴールを決めています。右サイドウィングバック奈良橋、そして左サイドには相馬、17番の秋田、右サイドのストッパー、そして左サイドには16番の斉藤、最終ラインリベロのポジションに井原がいます。95年のアジア最優秀選手に輝きました井原、まだ健在です。さあトルコ、ここをどうするか、日本がどう守るか。これ井原が出てきた、囲むプレスをかける。奥寺さん、はい、どうですか日本の守備の方は。だから今チェックが早いんでね、やはり相手も困ってますよね。狙いがいいんですよね。一つ目より二つ目のパスのいったところで取ってるというところで、はい、さあここからどう攻めるか。右サイド森島、あ、いい話ですよ。奈良橋はオーバーラップ、センタリング、あ、シュートになった。奥
ました。いいですね、こういうあれですよね、あの狙いですよね、はい、ここからシュート、キーパーのボルカンが抑えました。このボルカンはガラタサライというチーム、このイスタンブールにありますが、現在このチームが11回のトルコのリーグの優勝を飾っていますが、いわゆるもうナンバーワンのチーム、このガラタサライがですね、はい、ヨーロッパチャンピオンリーグでは89年にはベスト4まで進んだんですよね。トルコで本当ナンバーワンですからね。それだけやはりトルコ、このヨーロッパの中では非常に力を80年代の後半から90年代つけてきました。かつてはサッカーの弱小国と言われたトルコ、ヨーロッパのこの列強のサッカー王国に対して五分の力を持っています。そのチームに越して日本代表1対0前半の25分、森島のゴールが決まっています。手元の時計では残り2分を切りました。残り5分がデンジャラスタイム、ここを1対0で前半折り返したい日本です。今日のゲーム勝てばもちろん優勝、引き分けても優勝ですが、1点をリード。4番の井原出た、ここからロングパス、数を走らせます。しかしゴールキーパーボルカンが出ました。でもああいう狙いは、ね、どんどん出てくると思うんですよね。あの数に対しては常に1対1なんでね、で両サイドのスペースがすごく空いてるんで、あの今みたいにボール取ったらですね、井原君あたりとかサイドにそのボール出していくと起点もできますし速攻もできますよね。オフサイドがありました。やはり奥寺さん、あのどちらかというと中央にですねディフェンダーが2人トルコ構えてまして、はい、やや両サイドバック、このウィングバックみたいな上がってますから、本当に今のような攻めで、そうなんですよね、なんか鍋底みたいな感じですから ね、ディフェンスが点を取れる可能性は十二分にあります。手元の時計では残り1分を切りました。1対0、日本の先制ゴールはセレッソ大阪、この大阪長いスタジアムをホームスタジアムにしている森島のゴールでした。前半の25分でした。風が少し出てきました。大阪長いスタジアムです。雨は今止んでいます。さあフリーキック、速い攻め、手前のサイド、6番のアブドゥーラ、キーパーカウント飛び出しました。積極果敢なこの飛び出しが非常に目立ちます。カウント勇気があります。ゴールキーパーの川口です。今日はなんとかこのトルコをシャットアウトしたいでしょう。森島15番、手元の時計は前半45分過ぎています。ロスタイムに入りました。日本が1対0とリード。ここでファールがありました。さあゴールまでは40メートル近くあるでしょうか。ここからちょっと風は向かい風です。どうするか日本、カズの右足か、それともナナミの左足でダイレクトで狙ってくるか。壁は3枚、9メートル離れなければいけません。 9.15 メートル離れなければいけません。壁が4枚になりました。6番の山口にいます。ロスタイムに入って直接狙ってくるでしょうか。狙っても面白いですよね。壁を下げて、ナナミの左足かカズの右足か、カズのシュート、ゴールキーパー抑えました。ボルカン、ここで前半終了しました。前半の25分、森島のシュートで1対0、日本がリードして折り返します。森島がフリーになってゴールキーパーの股間を打ち破るシュート、前半の25分です。一旦からシュートを放って、中田のシュートこぼれたところをボルカン飛び出したところ、股間を破りました。日本が1対0、森島のシュートで1点をリードして前半を折り返しました。後半に入ってエンドが変わりました。風上に立った青のユニフォーム日本、そして左にエンドを取りましたトルコ代表白のユニフォーム、1対0日本が1点をリード。さあ後半45分の戦いです。風上に立って日本代表としては思い切ってミドルシュートを打っていくことができます。後半に入って両チームともにメンバーの変動があります。
19番の中村が入りました。日本代表奈良橋に代わって中村が右サイドウィンドバックに入りました。ちょっとなんか奈良橋にアクセントがあったような感じでしたね。そうなんですよ、あの中盤でですね、はい、ちょっと足を蹴られましたよね、ドリブルした時にそのようなやはり前怪我してましたからね、右足甲を大体あの痛めていましたからね、はい、いいボールですよ、はい、さあトルコ代表いいボールです。ここからセンターリングヘディングシュートはない。2番のブラルが今センターリングを見せました。ブラル18番のパガン、トルコの方もねメンバーチェンジありますよね、メンバーチェンジありますよ、ね、ここから17番センターリングヘディングシュートはないディフェンダークリア。17番の今秋田がうまくヘディングで逃げました。コーナーキック後半の立ち上がり1分、さあトルココーナーキックのチャンスです。ここをどうするか。19番の中村が奈良橋に代わって入っています。日本代表長身の選手がずっと寄っていきます。18番の184センチのハガンが行きました。9番の奥田もいます。守る川口ディフェンダークリア。日本代表アブドウラ6番が左サイド、これはオフサイドではない、しかしちょっと長すぎました。山下さん、はい、日本の久保監督なんですが、はい、まずその前にですね、奈良橋の退場なんですが、右足の甲を痛めていましたね、はい、前半に同じところを蹴られてしまったということですね。それで中村と交代しました、で同じところの現時点では打撲ということなんですが、ちょっとやや骨折の疑いもあるということで、大事を取って病院に向かうという情報も入っています。そうなんですか、はい、さあ右サイドにはチャンスがあった。中村まだボールが来てセンターに来た、数が待ってるように変なクリア、もう一度抑えるか。ディフェンスラインずっと上がってきて、これでオフサイド、ここでオフサイド、中村が捉えました。それも久保監督の指示なんですが、はい、まあ、中村が後半入りましたけれども、前回もやっているのであまり心配はしていません。で振り返っていい形で選手点が取れたので、この形をしっかり続けていくこと、そしていいムードで終わるためにももう1点、そして試合を決めようと。で後半は随分トルコも前に来るだろうから注意しながら試合を進めて、何よりも早く追加点を取って試合を決めようと言って選手を送り出しました。なるほど、次の1点を取ればもう勝てるということでしょうか、小寺さん。そうですね、次の1点目ってすごい両チームでも大きいと思うんですよね。ただ今トルコはすごく前どんどん来てますんでね。そうなんですよ ね、いわゆる前がかりになるとサッカーは言いますが、そういう形で来ていますが、さあ日本チャンス、中央から左サイドずっと開いていって、あっとブラックサイドの旗が上がっていますが、これは流しました。今アドバンテージを取れよということで、トルコの方が、主審のパク・ジョンキューさんにちょっとアピールをしました。副審はキム・テヨン、そしてキム・ヘルク、いずれも韓国からこの審判に来ています。山口が上がってきた。山口6番左サイド、相馬センターに低いボール、ディフェンダークリアしてコーナーキックになります。いい形ですよね、やはりボール取った後もすごいやはりいい形になってますよね。ここからもう完全にフリーですから、そうですね、シュートも良かったですね、相馬としては。なおトルコは15番のエブレンに代わって4番のトルナイ、14番のジャケンに代わって7番のエルトゥルールが入ってきました。クロアチア戦でも1点を挙げているエルトゥルールが入ってきています。さあこのキックチャンス、ニアーを狙っていきます。あ、イハラが今ニアーのところずっと来ました。しかしトルコがどうですか、クロアチア戦と比べてやっぱりニア固めてきましたね、かなり、クロアチア戦ではちょっとこのニアーのところの守備がコーナーキックの時薄かったんですが、今度は逆サイドに振って落としてシュートアウトライン、井原が今落としましたがシュートは打てませんでした。さすがにこの辺りは小寺さん、あ、ポイントカズのジェントリング、ゴールキーパーよく弾きました。カズが真ん中に待っていましたがシュートはできません。後半の高く上がり、まもなく5分というところ、日本がコーナーキック後半に入って、これでもう3つ目ですか、はい、この立ち上がりの後半の5分で取られると非常に楽になります。しかしあのゴール前で本当選手がポジション取りを本当に両者ぶつかり合ってやっていますが、ゴールキーパー取り出すことができない、ヘッドで落とした、おー、ディフェンダーがゴールキーパーにバックパスみたいな形になりましたね。そうですね、ちょっとねまだギャッとしたでしょうね、
まあ、それで日本チームの、ね、プレッシャーがすごいんですよね。トルコの方はメンバーを入れ替えてきました。4番のトルナイ、7番のエルトゥール、この2人を入れてきました。スルーパスが出た。ディフェンダー青危なかった。3番の相馬が戻っていました。山下さん、はい、トルコのムスタファ監督なんですが、ハーフタイム、ともかくあのみんな眠っている、あのトルコ語でウユマって言うんだそうですけども、もうともかく眠ってるんじゃないか、あのもう一回戦術を確認し合って初めからやりなそう、そしてあのメンバーを変えたのはリズムを変えたいからだというふうに言っていました。ロングスローが飛んできます。ゴールキーパー川口出た、キャッチしました。メンバーを2人入れ替えました。今眠ってるという話が出ましたが、まあ、時差の影響じゃないんでしょうが、ただ本当にあの日本に来て3日目のクロアチア戦は非常に動きだったんですよね。そうなんですよね、ですからそういうことじゃないと思うんですね。ただあのチーム変えましたからね、すぐあのミッションの進む力なかったですよね。山下さん、はい、ただあの仙台ではかなりハーフタイムは厳しい口調だったそうなんですが、今日のロッカールームはなだめるような感じだったんです。大阪長居スタジアム、日本のサポーターの大歓声に沸きます。去年の6月3日に改修工事を受けましてオープンしましたこの長居スタジアム、去年の8月25日サッカー日本代表対ウルグアイ代表のゲームが行われました。そして今年の8月13日には日本対ブラジルのゲームが行われることになっています。でこの8月のゲームを経て、そしてその後日本は最終予選10月に始まります。このボールは日本のスローインのボールです。2002年のワールドカップ日韓共同開催、大阪のこの会場となります大阪長居スタジアム、そして大阪は2008年のオリンピック開催も狙っています。もっと激しいタックル、これはイエローカードが出るかもしれません。強烈なタックル、長見を襲いました。イエローカードは出ますが、出ました、やはり2番のブラルです。2番のブラルにイエローカードが出ました。斜め今日2回目です。やはりその左足を狙ってきたわけじゃないでしょうか、強烈なタックルが入りました。ちょうどねボールと、はい、あの相手の足合いであのかわしました、タックルされないしましたからね、蹴られましたね思いっきり。ただ、ね、トルコのもこれでどんどんねそういうまあラフプレーじゃないんですけど激しく来ますんでね、日本の選手もあの負けないようにしないといけないですね。カズがカーブを蹴って直接狙って、あっとヘディング、思い切って入っていったのが17番の秋田です。今日本のフィールドプレーヤーは9人しかいません。トルコは11人、日本は10人で戦います。ちょっとこの時間帯は嫌ですよ。今のプレーです。カズとしては風上でカーブをかけてダイレクトで狙っていきたいところだったでしょう。奥寺さんね、やはりメンバーを変えてきてトルコとしてはどうでしょうかね、細かいパスを多用してくるのか、それとも両サイド開いて持っていくのか、真ん中を突破を図っていこうという体勢です。イエロー君、オフサイドのフラッグが上がっています。いや割とね長いパスをスペースに入れてきてますよね。あまり細かいパスしてですね中盤で取られて速攻というのがあったんで、はい、ですから割とこう後ろから長いパスを出すようなことも出てきますね。あということはロングパス多用ということで、あの中東諸国がですね日本代表に対してアジアカップで見せたようなそういう感じの一つの戦法でもありますか、ね、そういう手も使ってきますね。後半の10分になろうというところ、ナナミが入ってきました。これで日本のフィールドプレーヤーは10人になりました。追加点が欲しい日本。ボールをキープできるか、ここで挟んだボールを取った15番の森島、中田8番からロングシュートかした、おっと今勝ちのシュート、なかなかシュートですね、ループシュートのような形、はい、もう少し今ループが落ちていけばという感じですね、はい、ゴールキーパーのボルカンが前に出ていました。山下さん、はい、前半を振り返って日本の守りについて川口はね
いい感じでしょう、前の試合よりずいぶんいい感じだと思いませんかというんですね。そうですか。ただ一つ注意しなくちゃいけないのはディフェンスラインが下がってしまった時に第2列からトルコがシュートを打ってきますね。これが意外と力がある、パンチ力があるそうなんですよ。あ、なるほど。それに注意すること、それ以外は今日はずいぶんいい感じだと思いますよと川口は振り返っていました。川口もやはりクロアチア戦ではあの外国の選手は大きい、やっぱりシュートにパワーがある、これは実感したそうです。特にあのクロアチアのアサノビッチのフリーキック、これはやはり全くあのコースが逆のサイドに来たということですが、シュート、おっと PK を取りました。どういうことですかね。 PK を取りました。今ペナルティーエリアでディフェンスに行ったアクサでしょうか。体を密着させて今引っ張ってというアクションしてましたね。17番のアクサに対してイエローカードでしょうか。主審のパク・ジョン・キュー、韓国から招きました。 PK を取りました。そういえば第一戦クロアチア戦でも PK を日本は取られています。さあトルコが同点のチャンス、カモ監督もちょっと不然とした表情です。これは、引っ張ったっていうねジェスチャーをしてるんですよ、まあ、ここでパスが入るんですけどね、この後いいトラップしてここですよね、ここでしょうね、ここが取られたんでしょうね。さあ 11m、 ゴールキーパーの川口、トルコが同点のチャンス、 PK です。川口が防げるか。 11m 挟んでの勝負、シュートを弾いた川口、低いボール、ディフェンダークリア、ここは定石通りタッチラインの方にヘディングで逃げました。今のよく止めましたね。3番のセリム、川口が見事なパンチング、強烈なエルトゥルルの PK を防ぎました。得点は1対0です。まだ日本がリード。前半の25分に森島のシュートが決まって1点を取りました。さあここから密集したい青のユニフォームが6人一緒に中央に固まっている。逆サイドトルコ、左サイド1人残っている、ここにサイドに振れるかどうか、左サイド両手を上げている、ここで振る、そこからディフェンダーがつく、日本ディフェンダーがついて中村ついていった、ここからワンツーで通していこうというところ、日本ボールを奪った、公開パス、今日本の攻撃は4人、そして後ろにいるトルコも4人、逆サイドまで行ってパスはつながった、甘いがここで拾った、右サイド展開して、ここから真ん中に数入っていく、真ん中から入っていく、ヘディングシュート、ヘディングシュート数ありません。カズが飛び込んでいきましたが、このカズのヘッドに合いません。カズは現在国際 A マッチ42得点ですが、先ほどの川口の PK 見事にコースを読みました。のファインプレー、16番のまた倒されました斉藤です。やはりトルコとしてはですね、負けたくない、そうですね、そういう意思が現れてますね。それにあの PK も外れたしね、はい、ちょっとイラついてきてますよね。クロアチア戦では5人目いっぱいメンバーを変えてきましたから、そうすると次から次にあのいわゆるアタッカーをですね投入してくることは十分に考えられます。キリンカップは5人までメンバーチェンジができます。日本の方は1人メンバーチェンジ、一方のトルコは2人変えています。山下さん、はい、前半で退場した奈良橋なんですけれども、ね、本人はね2年ぶりの代表での試合だったんで楽しくできただけに非常に残念ですと、ね、本当に残念そうだったんですよ、はい、で怪我の方は現在もアイシングを続けていて、どうやら打撲で済みそうだという感じだそうです。前半でなかなかあのいい動き、オーバーラップを見せてましたからね、奈良橋も。そうですね、まあ、最初ちょっとねあのタイミングつかめないで上げなかったんですけど、最後の頃はねいい形でどんどんもらってましたし、それと今日本代表はそれぞれ、アップに控えの選手が向かったんですが、はい、その中でも森山と北沢のアップに力が入ってますね。あ、そうですか。北沢の今日ゲーム出場ということも見られるかもしれません。後半15分を経過しました。前半の25分に森島のシュートが決まって1対0、
さあこの時間帯は後半15分、このあたりは日本が攻めに入る時間帯でしょうか。ボールキープ、ここから山口、ここでボールを奪った、ここから攻め取るか、早い9番ノクタイが待っていますが、まだ止まらない、ここで止めました。今止めたのが16番の斉藤ですが、斉藤もクロアチア戦を見てもこのいわゆるダブルストッパー、左サイド、福田さん、何点ぐらいの出来ということが言えますか。いや彼はね、マンツーマンは本当に強いですよ、はい、ですからもう8番の90番点ぐらいいいんじゃないですかね。日本の場合にはそういう最終ラインにもう一人大村がいます、はい、現在怪我をして手術をして休んでいますが、したがって現在がこの日本代表が24人いますが、大村、それから高木、ジョー、この辺りのメンバーまで入れて日本代表候補、力の差がだん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 みんなありませんね、なくなってきたんじゃないでしょうかね。割と今のね、そう選ばれているメンバーが出てもですね、はい、それほどダウン、戦力ダウンってことはないですよね、それだけ上がってきてますよ。加茂監督はあと、まあ、この6月に終わった後にスルーパス、小さな細かいパスをつなごうというトルコです。 J リーグ、まあ、この6月の日本ラウンドが終わった後に7、8、9、このゲームを見てあと 2、3 人伸びてくればその選手を入れたいという話をしていました。したがって30人ぐらいの代替候補に絞っているという感じになります。日本の攻め、10番の並びですが、ここで3人でボールを奪った、ずっと右サイド、2番のおっとあったあったあった、グラウル上がってきてセンターリング、ゴールキーパー川口流れてキャッチした、川口がよくキャッチを見せました。やはり奥寺さん、7番のエルトゥルルを入れて、それから奥田9番、はい、それから2番のブラル、この辺り右から左から振っていこうという作戦になってきましたが、トルコが、うん、そうですね、日本としては助かってるのはですね、はい、割とボールを持ってくれるんですよね、ですからすごくね、守りやすい感じがしてます。ボールキープ、右サイド中村どうするか、そのままシュートを打うか、これシュート、ゴールキーパー前に入りました、中田のシュート、中田がボールを持ってシュートを見せました。中田はまだ代表になってゴールがありません。そういえば平野が初代表、初出場でクロアチア戦で見事な先制のゴールを決めています。若い力がぐんぐん伸びてきた日本代表、北沢が、それから森山もアップをもちろん開始しています。ゆっくりと攻めます。日本代表は数がトップに残っているだけ、9人が今ディフェンスラインに入っています。ここから追っていこうというところ、おお、斜めを追っていってミスパスを誘いました。これが大事なんですね。やはり日本のディフェンスラインが、ね、しっかりしているので、はい、パス出せないんですよ。でスカウサビ入れるとです、ね、インターセプトされる、されそうな気がするんでね、なかなか入れられないんですよね。山下さん、はい、トルコの監督はね、なんでもっと続けないんだって、そういう大きな声を出しているようです。そうですか。カズリターンで丸岡、ここからシュート打てるか、中田があっと切り返せない、ディフェンスがディフェンダーが体を入れました、セリムが体を入れました、うまく入れました。ここから4番のトルナイが行くか、トルナイが行くのか、トルコのタンクと言われている重戦車のこのトルナイ、188cm、80kg、7番の2番のグラル、17番のタイフォン、おーっと浮かして9番のオクタイに合わせようというトルコですが、ボールをキープしたのは日本、11番カズ、そして中村が右サイド流れていきます。8番の中田、左サイド15番の森島が合ってきた、そして3番の相馬に渡ります。もう一度ボールを並びからいいパスが出ました。相馬、カズが返せ、来ました、センターに出てくる、センターに中央に、右足でセンターにこぼれたところ、シュートはここからロングシュートを打っていきましたが、ディフェンダーに当たりました。コーナーキック、中村のシュートでした。中村はまだ代表になってゴールがありません。積極果敢にシュートを狙っていきました中村、ただ中村クロア
チア戦の終盤で横パスを出してちょっと失点につながって、そのあたりをですね注意されたということを話をしていました。後半の20分コーナーキック、井原は残っています。6番の斉藤、そして秋田も上がってきた、カーブがかかってきて逆サイド、真ん中に落として、ここは3人の白のユニフォーム、トルコのディフェンダーが固まっています。日本は国際 A マッチ、いわゆるナショナルチーム同士の対決は鴨監督になって2年半、21勝12敗、6つの引き分け、39試合、今日が40試合目です。今森山が鴨監督に呼ばれて入念に指示を受けています。ここからカズが中谷アズヨイというところ、相馬がボールキープできるか、相馬がキープ、ここから山口か、並び前線を見て山口ワンツーでいくか、中田、あーっと通らない、通らない。最終ラインまで戻しました。ずっとトルコのディフェンスラインが上がっていきます。逆サイド、右サイドには17番の秋田がいます。そしてまた逆に振っていく、いいですね奥寺さん、こういう形で結構ねプレッシャーなくねプレーしてますよね、はい、その相手もそんなに来るわけじゃないし、いいスルーパス、ナイスパス、森島、これはマリア、相馬戻してボール中央、カズが待っている、カズにアウトとか上げていくでクリア、中村がボールを追います。ちょっと押されました、これはファールを取るかもしれません。ここでメンバーチェンジです。15番の森島に代わって18番の森山が入ります。山下さん、はい、森山の出場は91年7月20日以来、はいはい、6年ぶりになりますね、ですから A マッチはこれがおそらく初めてになるのではないでしょうか。そうなんですよね、中田と一緒に使ってもらえればあっと驚く仕事をしますよと話しています。あっと驚く仕事をするというこの森山ですが、そうですよね、森島がやはり小柄なだけにちょっとスタメンの面も不安があるんですが、しかし前半の25分、この地元大阪で先制のゴールを挙げました。そして代わりに入った森山も非常に勝負強い選手です。まあ、森島君もね地元で点取れたしね、はい、最高でしょうね。鴨監督も今日のゲームはカズのいわゆるワントップなのか、それともこの森山を起用して2トップにするか、かなり迷ったようですね。ああそうですよね、まあ、これで森山君もこれでねある程度チャンスを生かしてですね、はい、代表定着してほしいですよね。下がってこれカズと森山の2トップという形になりますかね、ここちょっとカズが下がり目になるんじゃないですかね。下がり目になりましたか、はい、はあ、森山のワントップというに変わりました。ディフェンダーが4人残っています。しかしボールはトルコが取りました。真ん中には4番の井原が待っています。2番の今ブラルがボールをキープしようというところ、カズがここまで下がりました。でこのポストプレーが森山持ち味です。それからヘディングシュートもあります。背番号18番の森山、森山18番にパスが通ってパスを出してもう一回行こうというところ、ずっと中田8番が上がってきました。カズも上がってきています。大阪の長いスタジアム5万人収容ですが、観客数が35,059人と発表されました。もちろんもう青のユニフォーム、青のこのサポーターのシャツで埋め尽くされています。2002年のワールドカップの大阪の会場となりますこの大阪長いスタジアム、キリンカップ97、日本対トルコ、日本が1対0とリード、左足で上げてヘディングシュート、ゴールキーパーよくボルカン弾きました。秋田君がいいヘディングしてましたね。日本の場合には、まあ、大村という選手が非常にディフェンダーではヘディング強いですが、この秋田も強い、強いですよね。井原もいます。それから森山18番もヘディングが強いんです。これまたいいボールでしたね、完璧に合いました。ゴールキーパーボルカンよく抑えました。しかしトルコにはいわゆるゴールキーパーとしてニッシュというゴールキーパーもいます。
右サイドを固めます秋田。後半の25分を経過、得点は1対0、日本がリード。さあここからどうするか、スルーパス、通った通った通った、シュート打てるか、シュート打った、シュート入ったから打ったらオフサイド、惜しい、惜しいですね。オフサイドの旗が合っていました。ギリギリいっぱいのところ、ほんのちょっとでしょう。中田のシュート、この代表で初ゴールかと思われたんですが、苦笑い中田。これですよね、どうですか、ここでここからですよね、あちょっとですね、ちょっと出てますか ね半分ですね。いいタイミングで飛び出しました中田ですが、代表になって初ゴールかと思われたんですが、なおもチャンス、思い切って左足で打っていきました森山です。そしてトルコは2番のブラルに代わって8番のフォワードのアリフを起用してきました。ムスタファ監督はともかく戦い続けるというコメントを出して送り出しました。ああそうですか、アリフを起用してきましたこのトルコです。でもトルコのもね、本当に攻めあぐんでますよ、この日本のディフェンスに対して。さあここでディフェンスラインが6人揃っています。ああやって時間かかってくれますんでね。そうですね、ボール5人6人7人と戻ってきます。強い、本当に中田、11番のカズ、いいパスが通った。そして中央オーバーラップするカズ、カズを飛び越えて4番の井原が上がってきた。井原がここまで上がってきました、リベロの役という感じです。よくここまで上がってきました井原、今日いいと思いますよね。やはりチャンスと思ったらですね、後ろに人がたくさんいたら、はい、リベロであってもあそこまで上がってきた方がいいですね。後半に入って5本目のコーナーキックになります。ただ奥浦さん、この辺りの時間帯で日本が追加点取りたいですね。欲しいですね。なんだかそういう匂いはするんですがね、取れそうな雰囲気は十二分にあります。風上です。今の勢いだったらありますね、数がこれもしかするとダイレクトにカーブをかけて狙っていくかもしれません。あ逆サイドも振っていきました、落としておっと、これはクロスバーの上です。16番の斉藤が今逆サイドにいました。ゴールキーパーのボルカン、192センチの長身です。ただカズがちょっとまだ右足首が完全ではないので、そのあたりの細工がもう少しできないかもしれませんね。そうですね、もう だいぶ良くなってはいるんですよね、キリンカップ97、日本が今日トルコを破って、もちろん引き分けても優勝ですが、優勝を飾りますと3連覇ということになります。もうヨーロッパ のサッカーチームに対しても日本の場合には全く引けを取りません。トルコは国土の 97% がいわゆる小アジア、アジア側にありますが、その 3% がヨーロッパ側、この 3% のヨーロッパ側でどういうわけか、ワールドカップでは予選ヨーロッパに入っています。コーチもこのトルコがアジアに予選入っていれば、おそらくこれはもう日に争う実力、ヨーロッパでこの苦戦していますが、アジアではこの本大会出場を決めるだろうという、そういう実力の持ち主です。横寺さん、最初に申し上げましたように、このチームがヨーロッパのチームですが、どうですか、あの中東のイラク、さあここからシュートを打てるか、シュートを打つか、ディフェンダーが乗り戻っている、青のユニフォーム、いいディフェンスですよ。コーナーキックに変わります。やはりあのイラクとかイランとか、それからサウジアラビア、はい、そういうチームと大体同等の力、それ以上の力を持っていると言ってもいいでしょうかね。やはりそうでしょうね、はい、さあ4本目のコーナーキックになります。8番のアリフがキックをしますが、あそして11番のテリルを入れてきます。アブドラに変えましてジェリルを起用しました。さあポーンとかしてヘディングでクリア、11番のジェリルがいます。左足が非常にうまい選手、ポーンと浮かしてゴール前、
川口を抑えました。そして投げましたね、ロングスロー永田、川口から永田、いわゆるオリンピックコンビで今攻めを作ろうというところですが、オフサイド。後半の30分を経過、残り15分、さあ次の1点が勝負ということになってきました。ゴールキーパーの川口が抑えます。9番の奥谷がずっと入っていきます。この9番の奥谷というのはワールドカップのヨーロッパ予選ベルギー戦では6人抜きで見事なゴールを決めて、この技を見せつけてトルコのマラドーナと言われた選手です。ワールドカップのヨーロッパ予選でも5得点、この奥谷、それから7番のエルトゥルル、この2人は現在来ているトルコのチームの中では非常にアタックの力を持っています、攻撃の力を持っています。さあ森山、国際 A マッチ初めてのゴールになるんでしょうか。カズ、切り返しを見せて、ここからカズ、細かいパスを続いてシュート、森山がつなごうというところでしたが、コースを変えようというところでしたが、ゴールラインもありました。中田から森山、ここでもすごくあれですよね、ああいう狭いところでもボールがうまくね繋がるようになってるし、またシュートまで行くようになりましたよね。カズがあの見事な切り返しを見せて、これチャンスを作って、そして中田から森山という形になってきましたよね、ですからあのカズのポジションとしてはワントップでも受ける、ちょっと2列目近くでも受けるということで、非常にバリエーションができてきますね。そうですね、ゴール前危ないぞ、ヒアラクリア、ちょっとクリアが小さい。6番の山口、左サイドを見ました。あ、森山へのパスをインターセプト、右サイド、ちょっとこれ強制はいけないですよ、人が多いですからね。ここからゴール目に上げてヘディングでクリア、8番のアリフが上げました。ゴール前に浮かしたボール、後半の32分を経過、ちょっとここは日本が攻め込まれたので大きなクリアを見せます。ワントップの森山がなおもしつこくしつこく追っていく、でこのボールはオフサイド、ディフェンスラインがずっと青いユニフォームが合っていきました日本代表。あ、日本も望月を起用しますね、中田に変えて望月を試すようですね。望月ですか、次々といわゆる若い選手を起用してきます鴨監督、57歳、鴨監督になって41試合23勝12敗という成績が残っています。岡田コーチとコンビを組んで、本当にこの鴨監督が痛い敗戦を喫したのはアジアカップのクエート戦だけではないでしょうか。相馬センターリング、ヘッドはない、森山のヘディングが合いません。しかし相馬といい、中村といい、奈良橋といい、非常にこのウィングバック両サイドは走り込んできます。望月がさあ中田に変わりますが、名古屋グランパス8のこの望月23歳、もちろん日本代表になって国際 A マッチ初出場です。そして日本ベンチは北沢にも交代を命じたようですね。選手の交代は5人まで許されています。キリンカップです。得点が1対0、今ね本当に森島が取りました、日本がね、なんかこうすごい余裕を持ってプレーしてるし、リズムがすごくいいんですよね、ボールも速く動くし、だからなんとかやりもう1点ね欲しいですよね。できればこの30分から40分の間にもう1点を追加すれば、まあほぼ勝利は 90% 確定と言ってもいいでしょう。そうですね、でトルコの方は、ね、ほとんどいい形できてないんですよ、ここで止まります、よく読んでいます。そして七海、七海が中央からずっと望月23番上がっていこうというところ、ここで倒してやっぱりどうしてもファールが多くなってきます。ゲルリが倒しました。
右サイド中村が上がってきました。中村が上がってきて中央には森山が待っています。ゆっくりと攻めていこうというスローダウンの日本。望月そして奈波とこの2人のいわゆるパスを出す選手が揃ってきました。後半の35分を経過、残り10分。さあ次の1点です。次の1点勝負。トルコがちょっと決め手がありません。もうサイドからも攻められないし、はい、なんかこう自分たちで苦しんでますよね。ディフェンスライン3人きちんと揃っている。もうほとんども出して、はい、余裕を持ってボールをクリアできるしね。バランスがすごいですね。ドリブル、カズ、カズ、カズがスルーパスが、あーっと惜しい。森山へのパスが通りませんでしたが、なおボールをキープしているのは日本、相馬3番。森山が右サイド、ゴール正面、右サイドに待っています。そして23番の望月、逆サイド中村が開いている右サイド、その中村へパスが通りません。ここでボールを奪ったトルコ。9番の奥田、パスが通らない。走り込んでいきますが、この辺りきっちりとチェックをしている4番の井原。ちょっと足が止まっているトルコ代表です。望月リターンパスもらって、ここから通して森山シュート打てるか。森山シュート、ゴールキーパーゴルカンが抑えました。なんかこの時間帯は一方的な日本のいい攻めですよね。いい形できてね、本当にみんな動き回ってですね、ボールを動いてるし、なかなかやはり相手を使いませんよね。そうなんですよね。ですからこうやってプレスをかけていってボールを奪ってということですが、9番の奥田がずっと中に入っていこうというところ、4番のトルナイ中央、ここから左に開いていきます。真ん中に9番の奥田、7番のエルトゥルルが待っていますが、これはまたどうしても攻めの細かいパスを、持ち味の細かいパスを通すことができません。トルコです。それだけ日本のディフェンスチェックが早いんです。そうですね。中盤から本当にしっかりコースを定めて、ディフェンスしますよね。ですから多分最終ラインの方では出てくるのが分かると思うんですね、はい。山下さん、はい、日本は七海に変えて北沢にとってはこれがちょうど代表50試合目になります。そうなんです、そうなんです。七海に変えて北沢、そしてああ奥田に代わってメフメトを起用しましたムスタファ監督。この10番の選手も非常に活動力があるんです。それから日本の選手が1人今出血してますかね。出血している場合にはこのフィールドの外に出なければいけませんが、斉藤ですが大丈夫でしょうか。16番の斉藤、どうやら大丈夫のようです。どの辺りを切っていたんでしょうかね。口の辺りでしょうか。得点が1対0、日本が1点をリード。さあトルコどうやってゲームを作っていくか、展開していくか。逆サイドに振りそうな雰囲気ですが、パスを出すところがありません。いやちょっと足が止まったような状態で、やはり湿度が 69%、 蒸し暑いこの大阪長いスタジアム。そのあたりで後半に入って奥寺さん、どうしても残り2分ぐらいになるとちょっと苦しい面もありますか。そういうのも影響してるかもしれませんね、はい。どうしてもディフェンスラインに下げます。ここから縦パス1本で通して、トルナイでつないでヘッドでクリア。これはハンドは、ハンドはどうでしょう。ハンド8番のアリフがアピールしますが、ハンドはありません。クリンクアップサッカー97、優勝チームにはキリンビール株式会社佐藤康弘取締役社長からキリンカップが授与されます。また MVP に選ばれた選手にはキリンビール株式会社榎本義夫常務取締役東京社長から賞金10万円とキリン LA2.5 1000本が贈られることになっております。まもなく後半の40分になろうというところ、1対0、日本が1点をリード。カズ、そして北沢落として、あーシュートを狙っていきましたがジャストミートしませんでした。ワントラップで狙っていった北沢です。
13番の北澤、今日が50試合目の国際 A マッチということになります。さあ10番のメフメトがボールを持ちました。トルコ、ここから中央に預けようというところ、11番のジェルに通そうというところですが通りません。手元の時計では後半の40分の経過、残り5分を手元の時計では切っています。18番の森山に得点があるのかどうか。数に渡ってそして相馬、3番の相馬センターリング、あっとこのボールはトルコはボールを持ちました。ここからロングシュート、右に切れました。今打ったのは4番のトルガイでしょうか。今日は PK を1本弾きました川口。風に乗ってボールが伸びていきます。ちょっとこの辺りで数に通そうというところ、ボールが伸びていきます。ヘッドでクリア。いやー、小寺さん、守りは今日どうでしょうかね、ここまで見てみると。いや、もう、まあ、完璧ではいかないのもいいですよ、本当に。果たして MVP には誰が選ばれるんでしょうか。穴はね、なかなかないですからね。守りの方も完璧、そして得点の方は今日は森島が点を取りましたが、 MVP に選ばれた選手にはキリンビール株式会社榎本芳生常務取締役大阪社長から賞金10万円とキリン LA2.5 1000本が贈られることになっていますが、カズがもう1点取ればもうダメ押しのゴールということになります。相馬、このパスは通りません。7番のエルトゥルル、9番の奥谷はどこにいるか。ここから8番のアリフを上げてヘディングシュートはできない。ディフェンスが体をよく預けていました。そうですね、今のは危なかったですね。秋田です、17番、いいクリアしましたよ。ちょっとこの辺気をつけなきゃいけないですね。ゴール前にもう放り込んでヘディングシュートは、これはゴールラインがありました。もうトルコとしては時間がないんで、ああいう形になってくるでしょうね。そうですね、ですからボールのところに誰か行かなきゃいけないですね、はい、あまり上がさせちゃいけないです、簡単に。そしてコーナーキックです。この最後の締めのところ、なんとか守りたい日本です。8番のアリフがコーナーキックを蹴って、ちょっとシュート切りましたかね。5本目ですが、トルコの選手がちょっと頭どの辺りを切ったんでしょうか。フィールドの外に切ってますね。目の上ですね、目の上ですね、左目の上です。さあちょっとこのいわゆるエアポケットが嫌な感じです。集中力を切らしてはいけません。日本代表、手元の時計は残り1分を切りました。上げた、ゴールキーパーかまして出られない。向こう側のタッチライン、日本ボールのスローインになります。ピンチを出しました日本代表。さあもう今中音マイクを通してお聞きいただきますように、もう時間がありません。日本はここはもうゆっくりと攻めればいいわけです。前半の25分、森島のゴール、この1点が決勝ゴールになるでしょうか、それとももう1点追加できるかどうか。あ、このボールはフリーキック、トルコです。速い攻めに入る、攻めに入る、メフメトがボールを持った、そして逆サイド、アリクが待っていますがディフェンダークリア、全員戻っています日本代表。ここでクリアを見せて北澤、このパスが通ればチャンス、チャンス、通らない、惜しい、通らない。カズが行きましたが通りません。手元の時計ではもう45分を経過しました。ロスタイムに入ります。
国体が1対0、日本が勝てばもちろん今年を優勝、3連覇になります。1週間後にはワールドカップのアジア第一次予選日本ラウンドが始まりますが、それをもうおそらく乗り越えて鴨監督としては最終ラウンド、この最終ラウンドにとっては格好の相手となりましたトルコに対して1対0、1点のリード。去年はユーゴスラビア、そして中米のメキシコを破りまして見事にキリンカップを制しました。ヨーロッパ、それから南米、中南米の強国をサッカー強国を倒してキリンカップを制した鴨監督。スルーパス、ゴールキーパーのゴール感があります。さあロスタイムに入っています。ロスタイムに入って日本の守り、ゴール前にもうとにかくボールを放り込んでいこうというトルコです。もうそれしかないですから、しっかりもう跳ね返すことですよね。1対0とリード。ゆっくりゆっくりここは攻めていきます。3番のセリフ、ここでボールをカット。さあ最後の攻めに入るか日本。ゆっくりと北澤がボールを持って入る。森山が走り込んでいく。ここでボールを持った、カットシュート、しまいました。カズのシュート、ちょっと力んだですね、もう完璧にフリーになってカズがシュートを打ちましたが、来ました。日本のサポーターは手拍子、もう日本の勝利を確信しています。得点が1対0、引き分けても優勝ですが、日本としては鴨監督勝って優勝。この試合前の力強い言葉通り、前半の25分、森島がゴールを奪いました。まだロスタイムを取っています。ゆっくりゆっくり攻めます日本。ここで試合終了、1対0、日本トルコを下して2連勝、キリンカップ3連覇。カモジャパン、ワールドカップのアジア予選1次予選、そして最終ラウンドに向けて弾みがつくこのキリンカップの優勝です。前半の25分に森島のゴール、そしてゴールキーパー川口の PK を見事に弾いた好セービングもありました。キリンカップサッカー97は優勝は日本です。鴨監督です、おめでとうございます。監督ご自身にとっても3連覇の優勝です。まあ、去年に引き継いで強敵だったんですけれども、まあ、地元でねそういう有利さもあったんですけども、勝ててよかったと思います。2試合を振り返っていかがですか。選手たちがそれぞれの仕事をはっきり理解してくれて、よくやってくれたと思います。この後フランスへの厳しい戦いが待っています。ベストを尽くして頑張るつもりです。我々は大きな期待で待っています。はい、まあ、なんとか期待に応えられるようにしたいと思っています。本当におめでとうございました。ありがとうございます。鴨監督でした。そして見事先制点の森島選手です、おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしい大会になりましたね。そうですね、もうみんなで、ね、力合わせて、ね、ぜひ優勝しようっていうので、ね、頑張ったんでよかったと思います。その通りになりました。そうですね、まあ、本当結果は出せてよかったと思います。森島さん自身の収穫を一言お願いします。そうですね、もうチャンスもらったんでね、まあ、点を取ってこいって言われたんで、まあ、なんとか1点取ってやろうと思って、やってました。我々サポーターは大きな期待で待っているんです。そうですね、もうこれからもどんどんね、結果を残して頑張っていきたいと思います。頑張ってください。本当におめでとうございました。ありがとうございました。森島選手でした。森島の前半の25分のゴールが決勝ゴールとなりました。そしてゴールキーパーの川口、見事なセーリングを見せました。 PK を防ぎました、シャットアウト。そして勝利を決定づけた守護神川口選手です、おめでとうございます。どうもありがとうございます。後半11分、あれで流れが決まりましたね。そうですね、まあ、何回かピンチもありましたけど、ディフェンダーの人たちと一緒に、まあ、何とか守って、あと前の試合でね、不用意な3失点をしたんで、まあ、何とかゼロで抑えようと思って、
まあ、とにかくゼロで抑えられたことが良かったです。秋に向けてフランスに向けて一言お願いします。そうですね、まだ一次予選ありますけど最終予選に向けて、どの試合も僕にとったらアピールの場なんでとにかく自分の力を、ね、最大限アピールして、なんとかフランスへの道に貢献できるように頑張りたいです。期待しています。本当におめでとうございました。ありがとうございます。川口選手でした。川口が MVP に選ばれました。キリンビール株式会社榎本義雄常務取締役大阪社長から賞金10万円、それからキリン LA2.5 千本が贈られることになっています。そしてキリンカップサッカー97優勝した日本チーム春日がこのキリンカップを受け取りました。キリンビール株式会社佐藤康弘取締役社長から授与されました。奥寺さん、はい、どうですかキリンカップを振り返って。新しいシステムと言われましたその3バック、はい、これうまくいったと思います、それからワントップですね、数のね、これも本当に機能してて周りのハーフのレンジたちがねいいリズムでボールを出したしもらったし本当に良かったと思います。これで一次予選日本ラウンドはもちろんのこと最終予選もかなりの見通しがついたんじゃないですか。そうですね、本当に明るくなってきたような気がしますね。日本がクロアチア、トルコを撃破してキリンカップサッカー97見事に優勝、キリンカップ3連覇を飾りました。日本来年のフランス98ワールドカップ本大会に向けて大きな大きな展望が開けてきました。この辺りで失礼します。